村田倉雄は日本の実業家、東京都出身、京成電鉄第七代社長、東京府豊玉郡杉並村公園寺に生まれる、東京府立第二中学校を経て、1940年東京商科大学予科へ、1942年東京商科大学学部を卒業し、日本工業銀行へ入校、翌年王将、東部軍経理部から南市方面へ、 主権将校として派遣される。1947年に公銀復帰するが、最初の出向として1953年から1956年、旧中島飛行機グループなど5社が出資し、発足した直後の富士重工業へ、2度目の出向は1964年、大正証券へ取締役として、ここで玉塚、山、 可能量証券と三社で合併した新日本証券を発足させる。1967年、再度公銀に復帰し、人事部長に。1969年、取締役人事部長。1971年、同業務部長。1972年、常務取締役。1978年6月1日。 公銀常務を退任し、京成電鉄顧問。同月30日京成電鉄副社長に就任。社長には運輸官僚の佐藤光夫を担ぎ出し、共に経営再建に当たる。1986年6月27日、京成電鉄代表取締役社長に就任。2代続けて外部商兵の社長就任となった。 1989年には累積損失を一掃し、翌1990年には13年不利の副杯を果たした。1992年代表取締役会長。1997年相談役。1999年くに東水報送。2015年3月21日、心不全のため死去。94歳没。のぶせい4位。 村田倉雄氏が死去元京成電鉄社長、元日本工業銀行常務日本経済新聞2015年3月30日2015年4月22日、官報。ありがとうございます。